カツオドリカとは、超高カツオドリ目に属するとが、インド洋、大西洋、太平洋、地中海、全長60から85センチメートル。くちばしは長く、先端には、ノコギリ状の突起があり、加えたいものを逃がさないようになっている。海面に急降下する際に海水が入らないように、尾光は塞がっている。翼や尾葉は長い。海洋に生息する。 繁殖期を除いて土の上を歩くことはない。植生は動物食で魚類や軟体動物を食べる。羽ばたいて空中に生死して獲物を探し獲物を見つけると上空から急降下して潜水し捕らえる。繁殖形態は卵性で樹状や断崖等に巣を作り1回に1から4個の卵を産む。多くの種では1羽のヒナしか育てない。集団 大規模な繁殖地を形成する。白カツオドリ族、モルスモモグロカツオドリ族、パパズラカツオドリ族、すら漁業者に魚がいる目印として利用された。繁殖地の各所では、長年の繁殖行動で糞が厚く堆積するが、これは、グアノと呼ばれ、貴重な肥料として利用された。海洋や獲物の汚染、繁殖地に人間が持ち込んだ動物による、食害等により、 生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。